ニジと V スポの空気の違い何なんやろうな。やっぱ V スポは女の子だけなのもあって、なんか女子校って感じがして、ニジサンジは共学で、で共学の中で女の子だけが集まっただけだ、だけと言ったなんか違うじゃん、やっぱり。そこがノリの違いなんじゃないかな。でもホロとも違うよな、 V スポの感じ。いや V スポはなんかスポーツの女子校もうスポーツの女子校で、ホロはエスカレート式の女子校だね。なんかちっちゃい頃からもうエスカレートする学校あるじゃん。あ、エスカレートじゃない、エスカレーターか。エスカレーター。だから V スポの人たちはよくさ、大会に出てたりするじゃん。で、そこで、なんか他の学校の人たちと交流あったりとか、なんかそんな感じしない？ V スポは。よし、みんな、行くぞみたいな。ちょっと待って。言うの言ってること、わかるわ。だから最近は、二次三次より V スポメニューになった。ねえ、嬉しくない今。ごめん。そう、やっぱ V スポの人たちもね、すごい面白い方々、ゲーム上手な方々なんだけど、ちょっと今、それ言われてもあんま、おー、やって、いいねって言えないかもしれない。ね、そうなの、最初までよかったんだよ。それわかる。共感してくれたのはよかったんだけどな。え、でも言うってさ、まあ、二次三次に入ってるから、二次三次っぽいとは思うんだけど、え、言うってやっぱ二次三次っぽい、みんなから見ても。他じゃ無理じゃないか。